はい、チーム超人阿部です。今日はですね、ペヤングこの激辛、ずっと探してたんですけどずっとなくてね、今日ドンキに寄ったらありましたんでちょっと買ってきました。これを食べていこうかと思っています。こんな感じで内容物がね入ってますね。で、火薬を入れて、よし、そろそろ後でやろうな。で、お湯入れる。これでね、ちょっとしばらく待っていこうかと思います。あ、後ろにあるのは、梅酒ですね。そろそろ1年経つやつですね。とりあえずね、さっさと食うというのにチャレンジしようと思って、一応こういうストップウォッチも、用意してます。これどうなんですかね、巷で一番早いっていうのは水たまりボンドさんがなんかね20何秒ぐらいで食べてましたけどね。検索すると結構出てくるんですけど、きっとどれが一番早いのかよく分かんなかったですね。食べきれなかったっていうのも多かったみたいなんで、なのでね、ちょっとよく分かんないですけどやってみようかなっていう軽いノリです。ストップウォッチはダイソーで買ったやつ、こっちでスイッチオン、こっちでクリアか。見えるかな、大丈夫だよね。というような感じでね、やっていこうと思っております。一応ね、編集しちゃうと途中で麺を抜いてるんじゃないかとかいうような感じになっちゃうのかなと思いながら、ダラ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 とやっているわけなんですけれどもね、まあそこまで誰も注目はしてないんじゃないかっていうような気はするんですけれどもね、まあ一応念のためみたいな感じです。そろそろ、まあ3分だけど2分ぐらいでいいのかな、めんどくさいし、多分そろそろ2分ぐらい経つんでもう追いつけちゃいます。大丈夫だよな、多分な。湯切り、ボコンとなりましたね。ちなみに今日は令和2年かな、3月終わりぐらいかな、20日ちょい過ぎぐらいです。でここにソースをかけていくという形ですね。よいしょ。あ、そうか、これも全部入れてるかどうかっていう話になるのかな。ちょっと指についたのを舐めたけど辛いですね、確かに。よし、よしよしよし、で、これを混ぜていくと。確かに辛そうなソースですよね。なんか綺麗になかなか混ざんねえな。の、野菜が落ちた。
がこうしてね混ぜてるだけでも確かに唐辛子の辛い香りがすごいしますよね。野菜は多少残ってもいいのか、麺食っちゃえばいいの。方にちょっと溜まってるソースもいい感じで麺ができて、ちょっとそういうソースもねそこにべったり残ってるとちょっと完食した感がなくなるかなと思ったのでね、よしこんな感じでいいかな。ちょっといきますかね、そろそろね。ゼロになってるよね。はい、用意スタート。あ、はい、入ってない。用意スタート。ん？いや、切れてて、なんだこれ。うまくいかない。あれ、切れねえな。なんだ。ん？ちょっと待って。あ、これかな。なんだ。よくわかんねえ。さっきもちゃんと覚えたら、いった。なんだ、ちゃんと止まんねえな。100均は当てになんねえなっていうか、まあいいや、じゃあもう携帯の方を使いましょう。タイマーじゃねえ、ストップウォッチ、これでいいかな。これで、お、ちょっとカメラが映ってるかどうか分かりづらいんですけど、開始。止めるまで時間が少しかかりました。だからね、ちょっと残っちゃってる。ちょっとね、手元の扱いとかでちょっとね遅れたけども、大体おおむね24秒ということで勘弁してください。口の中入ってないですよ。という感じです。以上でした。チーム超人アベンでした。ご視聴ありがとうございました。